はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、診断にてですね、音響戦士サウンドウォーリアーさんがね、強化されまして、本日はですね、サウンドウォーリアーを使ってね、クソレッキーをお見舞いしていこうというふうに思っております。サウンドウォーリアーというテーマ結構いろいろできるんですけど、何が一番得意かっていうと、展開が得意なんですね。モンスターを展開するのが得意なんですよ。もともとね、このサウンドウォーリアーギータスっていうモンスターがめっちゃ強くて、ペンディラム効果で、手札を1枚捨てるとデッキからギータス以外の音響戦士を出せるっていう効果がありましたんでね。で、このカードの効果を使って、ギタリスっていうやつを新規モンスターで出してこれるようになったんですけども、このギタリスをね、特殊召喚してペンデラムゾーンのギータスを回収すると、普通にペンデラムモンスターが2体並んで、結構簡単にギータスとコスト1枚からエレクトラムが出せるようになったみたいな動きが、あるんですけども、これね、一番ね、そのサウンドウォーリアーの動きの中で強い動きは何かっていうと、このね、サイザスっていうこのシンセサイザー、これをですね、このね、新規モンスターのこの DJ、これでリバースさせる動きがいっちゃん強いんですよ。これどういう動きするかっていうと、これこいつペンデラム効果でね、一ターンに一度自分のメインフェーズに裏側表示の、サウンドウォーリアーをリバースさせるっていう効果があるんですけど、これでこの、サイザスをリバースすると、まあ詳しくは展開見てほしいんですけど、なんかいっぱいモンスター並ぶし、しかもこいつは機械族なんですよ。これ機械族なんで、機械族レベル4、2体並べることができまして、そのギアギガントクロスがすなわち出るということで、ギアギガントクロスが出るっていうことは、デビルフランケンが出て、でしかも音響戦士っていうのは召喚権を増やすギミック持ってますんで、まあ、デビルフランケンが出せるということで、いとも簡単にね、この2枚を使って、先行ワンキルをすることが可能と。まあこういうことです。で、弱点はですね、サーチがないんですね、サウンドウォーリアっていうのは。はい、全部のモンスターサウンドウォーリアーになんかそのサウンドウォーリアーコーリングみたいな効果ないんですよ。だからなんかその、以上でこの2枚コンボをね、気合で揃えていくしかないというのが、まあ一応弱点ではあります。はい、一応ですね、今回は先行ワンキル完全に寄せますんで、先行ワンキルできるように組んできたんですが、先行ワンキルできない場合でも、まあ、一応ね、お茶を濁して、バリケードベルクからのラドンができるように、まあ、一応ね、エクストラになんかわけわからないやつ入ってますけども、まあ、基本的にはデビューランキングを出してワンキルしていくというね、ギミックでございます。音響戦士は他にもね、いろんな組み方あって、結構出張パーツとして相性がいいので、またちょっとセフィラとかと組み合わせたデッキは、また後日ね、動画にするとして、今回はこの史上最強のサイザスとディージェスを使った、音響戦士先行ワンキルを決めていきたいと思います。デュエルスタンバイ。2枚コンボマジで揃わねえ。うわー、来た来た、頼む、そろそろ成功させたい。ちょ、うららうららで、うらら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 やめてで、サイザスセットちょっと無限応用というエフェクトベーラーはケアできないんで、本当にやめてください。サウンドボーリア DJ の効果と DJ の効果でシンセサイザーを持て、シンセサイザー効果ないですね。 OK、 来た。これはニビルさえなければいける。で、 DJ 効果、 DJ 効果で DJ 出てくる。で、 DJ の効果、 DJ でシンセサイザー追加していく。シンセサイザーはちょっと2台ないとね、やっぱりね、重低音とその高音となんか使わないといけないからね。で、DJ 効果でもう一回シンセサイザーにコンセント挿して、で、コンセントレイトからのサイザス効果で、ギターを持ってきて、ギター持ってきて、で、ギターを、発動してギター効果、ギターでギター捨てて、マイクを特殊。マイク。マイク用意。マイク準備 OK! で、マイク効果、召喚権1回増える。で、2体のレベル4のモンスターってオーバーレイ。エクシーズ召喚。召喚権が増えて、レベル4の機体が2体並ぶということで、まあ、当たり前にサーチするのはもう分かってますよね、皆さんね。分かってますよね、何をサーチするか、当たり前に。これはもうなんかね、なんかいろいろ言いますよ、この中にね。はい、これですよ。当たり前じゃないですか。召喚権増えて機械とかサーチするけど、これに決まってるっしょ。
で、ペンデランモンスター2体でリンク召喚。あらわらろ。ヘビーメタルフォーゼ、エレクトラム、そう、演奏曲はヘビーメタルとなっております。はい。ヘビーメタルです、ヘビーメタ。いわゆる。で、謎の推測モンスターを、エクストラに追加して、ギータスをぶっ走しながらマイクを。何かでいく、まあ、マイクなんて歌えませんからね。で、カード1枚ドロー。どうでもいい。で、マイクをセット。で、ペンデュラム召喚。これは、スモースピリットであれば結構何でもよくて。はい。で、ここと、ここ。はい。でですね、2体のモンスターでリンク召喚していきましょう。これ、豪炎の剣士ですね。マジで誰やねんですけど。マジで誰やねんですけど、これはただ戦士族なだけっていうね。戦士族を2体並べたかっただけってね。で、ここと、ここで、ゾルディング、出していく。ゲイ。ゲイ。で、イゾルデ効果を発動。装備カードを1枚、墓地に送ることによって、デッキからレベル1のモンスターを特殊召喚する。で、リナルド特殊召喚。で、リナルド特殊召喚成功時効果発動。自分の墓地の謎の装備カードを1枚、手札に加えていく。そして、これはか、なんだろう、観客か、観客の恐竜、観客の恐竜を出して、メインボーカルいきます。メインボーカルいきます。で、リプロドックス効果。観客が盛り上がると、ちょっと行かれて、属性が変わっちゃう、属性が種族変わっちゃうぞ。さあ、そして、粘土増幅装置の効果。歌声増幅装置ですね、これ。はい。歌声 増幅装置。で、メインボーカルが歌うと、なんとね、いろんなね、いろんな人が集まってくるんです。やっぱりメインボーカルは歌が上手いですからね。はい。このデビューフランケン君は。はい。わー、すごい歌だ。僕も聴かせてって、出てきて。僕も聴かせてくれって出てきて。で、はい。からのペンデュラムモンスター2体で融合。おなみし、スタープベルム制限にしたところでディビルフランケン禁止にしないから結局このワンキルはできるんですよ。何回も言ってますけど。一応ちょっとこれバーン与えとくか。はい。で、インボーカル君の最後の効果。さあ、圧倒的にライフコストを踏み倒していくスタイル。チケット代を踏み倒していくスタイル。1、2、3、4。ウィーン。ありがとう、メインボーカル。あとは私に代わりなさい。うおー、きたー、ポロウサちゃん、きたー、きた、サビ、きた、サビ。はい、さようなら。チケット代、横のチケット代。チケット代は、4000円かける2だ、うおー。ははははデビフラ禁止はよ。